皆さんこんにちは。2018年5月24日、歌舞伎俳優の15代目片岡仁左衛門さんが大阪市内で行われた大阪松竹座7月大歌舞伎の取材会に出席しました。その席上で一部で報じられた片岡愛之助さんの破門への動きを否定しました。公演は2代目松本白鸚さん、8代目松本幸四郎さんの親子襲名披露とあって、いつも以上にお二人を盛り立てたいと40分以上も熱く語った人間国宝の片岡仁左衛門さん、報道陣からの質問が途切れたところで、全く余談なんですけど、愛之助がこないだなんやと自ら切り出しました。片岡仁左衛門さんによると、同年4月に東京歌舞伎座に出演中、楽屋口で週刊誌記者に、愛之助さんのことでお時間いただけませんかと直撃されたそうです。その時は本当に急いでおり、ごめんちょっと時間ないんでと断りました。しかし気になり、後でまた何かやったんか、悪さしてんのかと小指を立てながら本人を問いただすと、なんか僕が破門されるそうなんです。報道は映画やドラマ出演で本業をおろそかにしている片岡愛之助さんを離縁から排除しようとする動きがあるとの内容でした。片岡仁左衛門さんは、ええ、そんな記事が出てんねや、全然ありませんと苦笑いで全面否定しました。愛之助破門説を笑い飛ばした片岡仁左衛門さん、さすが人間国宝、器がでかいといったところでしょうか。否定の仕方も豪快です。そんな片岡仁左衛門さんは芝居論を次のように語っています。芝居の上手い人はなりきらなくてもお客様の心をつかむことができるんですが、でも私はそれができないんですと述べるのは15代目片岡仁左衛門さんです。演劇の世界で時代を切り開き、第一線を走り続けるスターたち、その人生に訪れた転機とは何だったのでしょうか。いつも役を演じるのではなく、その人物になりきっていると語る片岡仁左衛門さん。若い頃は役者を辞めて映画の方へ活路を求めようと思ったこともあったと話しています。すらりとした長身に爽やかな色気をたたえて、一声二顔三姿をそのまま体現する15代目片岡仁左衛門さん。しかも緻密に考え抜かれた芸の工夫がいつも満ちていて、不思議なことにそれがまっすぐ観客の心に届き、客席がじわーっとなります。その真髄を聞いてみると、次のような答えが返ってきます。まあその役を演じるのではなく、その人物になりきっているとお客様に伝わると思うんですよ。芝居の上手い人はなりきらなくてもお客様の心をつかむことができるんですが、でも私はそれができないんです。だからお役によっては心底疲れるんですよ。手負いの役なんかもちろんそうですが、例えば奏本忠臣蔵6段目の寛平とかね、自分が義父を殺してしまったと思った瞬間から何も言わずにじっとこらえている間とかも、上手い人は苦しんでいる心を形だけでお客様に伝えられます。でも私の場合は本当に苦しまないとその空気が作り出せないんですよと語っています。片岡仁左衛門さんは半世紀近く本名の片岡孝雄で舞台に立っていました。関西歌舞伎の明かりが消えかかっていた時代、関西に孝雄ありの声が聞こえてきたのは、父13代目片岡仁左衛門さんが私財を投じて主催した歌舞伎公演で演じた女殺し油の地獄の放蕩息子河内屋与兵です。これが第一の転機と言えるのではないでしょうか。片岡仁左衛門さんは、まあその前に役者を辞めようと思った時期があったんです。昔は今と違って同じ松竹でも西と東に分かれていて別経営で、関西歌舞伎は赤字続き、歌舞伎がなかなか打てない時期が続き、私は16、17の頃役者を辞めて映画の方へ活路を求めようと思ったんですと意外な事実を語ります。そんな時、亡くなられた坂東武三郎さんや大谷一恵、後の7代目嵐徳三郎さんとか、いわゆる門罰外の若い方たちが小さいホールで一生懸命勉強会をやっていたそうです。それなのにこの世界に、しかも片岡家に生まれたものが逃げ出してよいのかと、随分悩んだ末に歌舞伎で生きる決心をしたのだといいます。その時の決心がなければ今の私は存在しないとしています。それが私の人生の第一の転機と思うんですよと述べていました。1964年、
仁左衛門歌舞伎で演じた油地獄の与兵役、遊ぶ金に使った借財の日元が来て、近所の油屋女房お吉に金を無心するが断られ、ついにお吉を惨殺するという話で、この宝刀息子の与兵が出世作となりました。この与兵という役はそれまで若い役者が演じたことがなく、お客様もお芝居として見ていたのが20歳の片岡仁左衛門さんがやったことで、ドラマが生々しく伝わったのだと振り返っています。演技的にはそんないいわけがないと述べています。そしてその明くる年の夏、父が実盛物語をやることになったそうです。話の筋がよくわかるように、その前の幕、義方最後の場を復活させてつけることになり、その義方を片岡仁左衛門さんが務めました。このお役は与兵とは対照的な骨太の武将なのですが、それを華奢な片岡仁左衛門さんが演じるのです。その意外性から好意的な評を得て、東京の松竹の専務が見に来たそうです。これを東京で上演するということになり、当時渋谷にあった東横ホールで実施したそうです。これをきっかけに東横ホールの公演に時々使ってもらえるようになったことから、そう考えるとこの時期が第一の転機と言えるかもしれません。その後、東京で坂東玉三郎さんと組んだ高玉コンビが人気を集めるのが1970年頃からです。あの当時の新橋演舞場における、例えば四世鶴屋南北作のお染久松浮菜の読み売り、お染の七役などは、まるで今時の若者芝居みたいな熱気にあふれ、分けても鷹を演じる鬼門の騎兵の悪の色気には続々させられた覚えがあるファンが多いようです。当時アングラとか新しい芝居が盛んで、歌舞伎には興味を持っていなかった若い人たちが初めて演舞場で南北の芝居を見てショックを受けたといいます。それで鷹を玉三郎で南北を見ようというビラを作ったり、署名運動をして会社松竹に嘆願書を送ったり、そういういろいろな運動が話題になり、それが桜姫東文章などの上演につながっていったのだそうです。その後、四ツ谷怪談の民谷伊右衛門とか、神かけて珊瑚大切の源五兵とか、絵本月歩うがつじの立場の多平寺とかにもつながっていくことになります。その頃から若手芝居で活躍できるようになったそうです。第二の転機は演舞場の若手花形歌舞伎だとしています。1993年、大葉性肺炎から脳胸と食道亀裂などの重い病を得て1年間の休演を余儀なくされました。その時は病床では何を思っていたのでしょうか。実は病気になる前に、父と当時の永山武臣松竹会長の間で片岡仁左衛門という名跡を15代目として継ぐ話が決まり、そのことを伝えられたそうです。片岡仁左衛門さんは随分悩んで、兄と話し合い、一度は襲名する決心をしただのだそうです。しかし自分の中では本当に三男の自分が継いで良いものかと悩み続けていたのだそうです。長兄が大名跡を継いでいくというのが歌舞伎界の習わしです。そうしているうちに病にかかり、一時は生死の境をさまよいましたが、病と戦っている最中に思ったのは、神様が名前を継ぐことを認めてくださるなら死なないだろうという、ある種願掛けのようなものでした。逆に資格がなければこのまま死ぬだろう、何事も神様の御心次第と、そういうことにして自身を納得させてくださいと言われたそうです。そして一命を取り留め、悩みも吹っ切れたことで名前を継ぐ決心をしたのだそうです。それからは毎月の歌舞伎公演の宣伝を見て、舞台に立っている人たちが羨ましく、自分も早く舞台に立ちたいと思っていたといいます。翌年1月、歌舞伎座でのご祭りの踊りと、いや栄え芝居のにぎわいの飛び頭で復帰した舞台には、父13代片岡仁左衛門さんは居合わせることはできません。父は前月の京都顔見世公演中に倒れたのだそうです。同じ舞台に立つと言ってギリギリまで頑張ってくれていたそうですが、残念なことにそれは叶いませんでした。無事戦後迎え、その足で京都の家に報告に帰ったら、ベッドに横たわっていた父が大事にしていた三味線一棹をお祝いに送るという目録と、おめでとうと力の入らない手で一生懸命書いた手紙を渡されたそうです。父が旅立つ2月前のことでした。そんな片岡仁左衛門さんも思わぬ苦戦が露呈してしまいまいました。2022年11月2日発売の週刊文春で37歳年下の女性との不倫を報じられたのです。
そして人間国宝の歌舞伎俳優ともあろう片岡仁左衛門さんが、なんと噛む癖があるようだとの暴露もありました。同誌は東京都内を並んでウォーキングする2人の姿を掲載しています。女性は片岡仁左衛門さんのファンで、タレントの壇蜜さんに似た美人とのことです。 LINE で連絡を取り合うようになった2人は、大阪公演でも滞在中のホテルで逢瀬を楽しんだとしています。女性が片岡仁左衛門のことを仁左様と呼んでいることも報じていますが、中でも驚きなのがその仁左様の噛む癖としています。知人の証言として、女性がウォーキングの最中にも首や二の腕を噛まれ、ホテルでも噛まれたと伝えています。それは内出血のようになっていたというから、相当な力で噛んだものと思われます。いかがだったでしょうか。今回は片岡仁左衛門さんの襲名にまつわる裏話と不倫騒動について見てきました。歌舞伎界屈指の名優として知られる片岡仁左衛門は、上方歌舞伎の名跡で当代が15代目です。週刊誌の直撃に、片岡仁左衛門さんは女性の名前が出ると顔をこわばらせたなどと伝えていますが、その後の報道がありません。おそらく不倫関係であったことは明白だと思われますが、大ごとにならないところも人間国宝たるゆえんでしょうか。西の歌舞伎の大名跡といえば片岡仁左衛門さんでしょう。たびたびプライベートはテレビなどで特集が組まれています。間もなく80歳を迎えますが、スマホはお手の物で、特集番組でもそのスマホ片手にコーヒーを飲む姿を見ると70代後半には見えません。ダンディーさは昔から健在で、そういった魅力にやられるのもなんだか納得してしまいます。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。